諏訪東市は中華人民共和国関東省東部に位置する地球市。新鮮市や酒海市と同じ80年代初めに経済解放された都市である。中国の経済特区の一つ。関東省東部の潮山平原の沿海部に位置し、西と南は慶葉市、北は長州市に接する。東は南シナ海で、 海上に浮かぶ南、沖島の地域に属する。北には、総裏山、長徳流山、流光山、航路山といった山がある。半号はここで、南シナ海に注ぐ。大河である陽光と、支流の暮れな水池川、宝仁川が、市街地を流れ、以前は、陽光で東西に分断される形となっていたが、現在は、諏訪東海湾の大橋がかかり、一体化している。 陽光の河口には、カカショ島、特集所などの島々が点在する。亜熱帯のモンスーン気候に属し、夏に雨が多いほか、秋には台風の影響を受け、年平均降水量は2420ミ、mm、リメートルある。年平均気温は、摂氏21.3度で、冬も温暖である。諏訪島の旧市街諏訪島の宿部は、古代には、沿海中石地だった。 宋代には、村落が形成され、京葉県江戸に属した。現代になると、大きな漁村が形成され、久し霊といった。民発には、ヨモギ州守護専古書が設置され、1563年、長州府に、清市会見が設置されると、これに帰属した。真の後期年間に、砂諏訪東邦大が築かれ、陽生年間には、諏訪東と、干渉するようになった。 1756年、清政府は、陽光加工の各所島に城下にを設立した。第二次アヘン戦争を経て、それまで使用していた、長州工の治安が悪化し、大大工として1860年に、対外開工された。海外には、長州合音を英語風に表した、スワットとして知られるようになった。これ以降、 関東省東部の玄関口としての地位を得て発展をするようになり、1919年冬に諏訪島市政局が設けられ、1921年7月市政庁が設置され、清市会と分かれた。1930年正式に市政が施行され、関東省政府に属した。中華人民共和国成立後、 1958年、諏訪島線区が設けられ、名実ともに塩山地区の中心地となった。1981年に、経済特区が設置されたが、新鮮市や主会市に比べ経済発展は限定されたものであった。1991年、行政区域の分割が行われ、長州市、京葉市が新たに地球市とて独立した。 歴史的に家境を多く排出している土地であり、海外との交流が密接である。海外にいる家境、家人及び香港、マカオ、台湾に居住している出身者は335万人を数え、世界40カ国余りに広がっている。とりわけ、太陽国に在留している出身者が多い。これらの地域との独特の遅延を生かして、スワ島は、 対外解放初期から力を発揮してきた。友好都市としては、日本の岸和田市、カナダのセントジョン市、大韓民国の平沢市と提携している。6市かつく、1県を管轄する。諏訪島市諏訪島地区諏訪島市2009年7月から、初乗り 2km まで5弦、1km ごとに2.4元になったが、メーターを使わず、 価格を吹っかけることが常態化している。市街地の東西、諏訪島駅から汽車相談までをメーターで走ると約20元。住民の多くは、長州にルーツがあり、抗義の敏乱語の一種である、長州語を話す。長州語で演じる地方劇の塩劇があり、その伴奏音楽である塩楽も盛んである。食べ物は海の幸を生かした長州料理の本場であり、 スワ島で改良されたシャオチーや天津も多い。味はあっさりしていて日本人の口にも合うものが多い。工夫茶と呼ばれる喫茶の習慣がも根付いている。スワ島人民広場。ありがとうございます。